世界フィギュアが8年ぶりに日本にやってまいりました。大会の舞台は4年前長野オリンピックのあのゴールドメダルで興奮に沸いた M ウェーブです。2002年の世界フィギュアスケート選手権は今日から24日日曜日までの1週間にわたりまして、世界から集まりました氷上のスターたちが華麗な演技を繰り広げてくれることになっております。大会の初日の今日はまず男子のシングル予選とペアのショートプログラムが行われます。皆様にはまず男子シングルの予選からご覧いただくことにいたしますが、解説をお願いしておりますのは日本スケート連盟強化コーチの樋口豊さんです。樋口さんはソルトレークオリンピックからノルウェーの世界ジュニアフィギュアまで回ってこられまして、つい先日日本に帰ったばかりで大変お疲れのところだろうと思いますが、これから1週間長丁場ですが一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。オリンピック直後の世界選手権ということで、これは選手にとってもプラスマイナスがいろいろあろうかと思うんですが、はい、特に男子はですね、このシングルは女子も含めて予選からスタートというのがかなり厳しいスケジュールになってますよね。そうですね、はい、この予選も点数に入りますので、3回ちゃんと滑らないといけないというのはきついもんですがありますね。そうですね、はい、予選とショートプログラム、そしてフリーと、はい、この3つを完全にこなさないとメダルは近づいてこないということになりますよね。はい、さて今年のこの大会はですね、日本の選手にもかなりメダルの期待がかかってるんじゃないでしょうか。はい、そうですね、男子の本田選手には、はい、少なくとも3番のメダルはという期待は十分あるんで。あ、そうですか、はいはい、じゃあファンの皆さんと一緒にですね、はい、その表彰台を目指す本田選手の演技ぶりも注目しながらお伝えしてまいりたいと思います。それではこの後男子シングルの予選 A 組の演技の模様からご覧いただくことにいたします。